ワモガプライムをご覧の皆様、こんにちは、伊藤匠です。今回は千葉県の亀山ダムに来ております。ロアンガプライムでの実調取材は初めてかな。その中で、今回はお題というか企画があって、それはバス釣りの方程式ということで、秋バスの探し方を今回ね、亀山湖でお見せできたらなと思います。まあ自分がこう魚釣りをバスを釣っていく中で、どうやってその秋のこの気難しい季節、気難しいけれどもハマると簡単に釣れちゃうようなこの季節に、どうやって魚を探していくかっていう頭の中をうまくね、こう皆様に分かりやすく伝えていけたらなと思います。ということで、今回は何かこうホワイトボードがあるということで、ちょっといただきたいと思います。はい、来ました。じゃじゃん。四角かける四角は秋バスの見つけ方、この何かける何を僕がまあ埋めて、紹介していくというような感じで、まあまずこの秋っていうのはいろんな釣りが可能性があるんですよ。だから様々な可能性があるっていうのは一つの答え。どんな風にしようかな。まずこっから行こうかな。様々な釣り方。まあ、いろんなパターンですね。いろんな釣り方。シャロー、トップ、カバー、ディープ。こういうものにすべてこだわらず、臨機応変に対応していくっていうところが、まず秋バスを探すには重要。プラスアルファ、餌。餌っていうのは、まあ、バスが食べる小魚とか、エビとか、カエルとか、そういうものですね。虫とかね。そういう餌っていうのはもう絶対条件なんで、まずこの様々な釣り方とか、様々なシチュエーションとか、いろんなものっていうのを見つつ、そこに餌が絡む場所を見つけて、秋バスの見つけ方につなげたいなと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。亀山湖、先週来てます。で、先週まとまった雨が降って、かなり水温も下がって、濁ってっていうような感じなんですが、またねそれが落ち着いて、今多分昨日かな、ちょっとまとまった雨降ったけど、まあまあそんなに激変っていうほど激変はしてないと思います。で、今ちょっと水見てる感じ、ターンオーバーしてますね。だから少し濁り気味、あぶくが消えないなっていう感じで、まず朝なんでモーニングバイトがあると思うんで、その朝ちょっとこう果敢に餌を追ってる、水面でバコーンバコーンって餌を追ってるような魚がいないかをちょっと見てみようかなと思います。なので朝一はそういう水面でボコボコってやってるかやってないかをチェックしながら釣りしていこうかなと思います。ちょっとね、朝一出れなかったんで、もう行きたいところに船が2艇入ってますけど、とりあえずちょっと見ながら行きたいなと思います。はい。あれ、バスかな？あ、やっぱ絶対バスだわ、あれ。あそこ行きます。はい。これ、レインボーシャット。お。脳進化。あれ絶対バスっぽいな。今フィーリング、朝だけフィーリングしてるんですよ。餌食べてるんですよ。だからその餌食べてるやつがどこにいるかを目視で見て今探してます。でもその、あ、バスだなと思うやつがいるところが今2人揃ってるところなんですよ。あそこ入りたいなと思ったけど入れないんで、とりあえず今広く目で見ながらどこで餌食べてるかっていうのを探してます。そしたら多分この辺にいるのバスな気がするんだよなっていう感じですね。
多分ここで今バホってやってたのバスだと思うんですけどね。違うかな。多分ね、今釣りしてる感じではちっちゃい小さいベイトフィッシュを食べてるんですよね、うん、本当に小さい、かなり小さいベイトフィッシュを食べてます。くたかわいい釣れた。もう今日はこれが最後のバスですラストフィッシュです。バスフィッシュ、いやよかった。ごめん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 。大丈夫、 OK。 今のはフィーディングしてる魚、餌をこう食べてる追いかけてる個体ですね。でちょっと朝急がなきゃって僕は何で言ってたかっていうと、この朝餌を食べてる魚がやっぱ朝しかあんまりこうガバガバやんないんですよ、うん、だからその時間を逃しちゃうとやっぱかなりきついので、それで朝早く行きましょうって言ってた。今あそこ2人いるでしょ、あそこが一番やりたかった場所。あそこをやっぱ乗っかるんですよ、馬乗せって言って。あ、うん、ベイトフィッシュは映ってますか。ワタカが結構ね、でも多分ねそのボトムとかにいるワタカっていうより水面で要はバスっぽいなっていう反応があった時に小さい、本当に小さい小魚がピピピって跳ねるんですよね、うん、だ多分その本当こんなサイズのやつを食べてる、なんかワタカの子供かな、うん、ほら絶対あれそうだな、バスだわ。バス自体は見えてないんですけど小魚がピンって跳ねるんですよ。で何をあれしてるかっていうと、多分その小魚追いかけられてそれで起きてるんですよね、ピッて。だから絶対下にバスがいるってことですよね。いる感じすんな、やっぱり。食う食わないは別として確実にいるっすね。もうこうやってね、全域がうわ、あれもそうだ、全域が餌を食べる場所になっちゃうのも秋なんですよね。その固まんない、いろんなところに魚がいるんで、これもやっぱ秋の特徴ですよね。よし、うん、エビキャラやってみましょう。エスケープチビツインのエビキャラ、まあ秋だからね、ちょっと広く探るっていうことも含めてヘビキャラをやってみます。進化が流儀のビーツ 21g に長めのリーダーでダブルエッジを使ってこれでいきます。じゃあ秋ってあんまり一つのルアーに固執せずにいろいろ試してみた方がいいんでしょうか。そうですね、そうですね。だから本当どこにでもバス入れるんで、どこにでもバスが入れるからこそそのバスに合わせたルアーで、あんまりこう決めつけずに釣りをするっていうことが大切ですね。例えば水面に出てるバスもいれば、同じ場所なのにボトム付近にいるバスもいるんですよね、今見てる限りは。だからもうそれがある意味一個の答えであって、どっちも可能性があるんですよね、うん、そのどっちも可能性ある魚を狙っていって、自分がどの魚が釣りやすいかどうかっていうのを見ていく。わー、いるなー。やっぱダメだな、2級にいてもやっぱ何にもなんないですね。圧倒的にバスの数が少なすぎるわ。
ただやっぱりある程度水が巻くような場所にベイトが集まってて、そのベイトを食べてるんでしょうね、見てる限りは。めっちゃおる、めっちゃいる、めっちゃいる、一匹も出てこない、めっちゃ見切ってる、マジか、こっち。餌見すぎだな、こいつら。ほら。このサイズだね。ねえ。今、フィーリングしてたから。うわ、太ってるよ。バスが。だいぶ、だいぶ太ってる。綺麗なバスっすね、これ。餌食べてる。小さいベイトフィッシュを食べてますね、うん、すごいたくさんいるバスが。バイバイ。時折大きいのがいて、今のは少しこう可愛いサイズがピロ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 ってこう餌を追いかけてるところに前に投げて釣った感じ、うん。バスが集まってきた、バス集まってきた、バス集まってきた、すっげえバス集まってきた。超新しくないですかこれ。スキッピング、スキッピングエイトトラップ。いやー完全にしらけたわ。全部消えた。これ一段下の方が多分でかいと思うんで、ちょっとヘビキャラ投げてみましょう。ちょっと一段下をね、フィーディングしてるやつじゃない一個下の魚を釣る。今ボートボジで 6.6m で、フィーディングしてるとこの、今、ボトム付近をズルズルしてる感じ。いや、本当に難しいよ。今、ちょっとフィーディングしちゃってるから、うん、魚が浮いちゃってるけど、もう少し進んだら、あれかもな。うーわ。すっげえたくさん見えた。すごいでしょ今、はい、めっちゃ浮いてきたでしょバス。ああやって食べたふりして諦めちゃうんですよ。ふりです、ね、恐ろしくないですか。わっつって上がってきた。ほらほらほら、すげえ、すごいっすね。ダメ。よし行きましょうか、はい、とりあえずちょっとこう見た感じ流れの入るところに、流れの巻くところに魚がいたと。でも相当頭がいいんで、ちょっと今いろいろ考えて、金曜日、まあ、昨日もそうなんですけど、結構まとまった雨が降ってるんですよね。で、まとまった雨が降って、冷え込みとかもあると思うんで、一回、流れの入りづらいところもちょっと見てみようかなと思います。流れの入り込みづらいところってどこなんだろうって言ったら、インスタ。インスタは水がちょっとこう、雨降った後とかでこうグッと冷え込んだ時とかにも、あんまりインレットって呼ばれる水が入るところが少ないんで、もしかすると、安定してる。
やっぱ秋ってターンして水がこう入れ替わったり、悪くなったり良くなったりっていうのを繰り返すんですよね。その中でもやっぱり秋は水の安定した場所っていうのがいいんで、一回インスタって呼ばれるこう正面ですね。で、水が安定してる。インレットのそんなに大きくない安定した場所を見に行ってみましょう。だいぶ水が安定してる。これがインスタの奥で、今ずっとインスタ入り口から9メーターぐらいを、だいたい真ん中9メーターなんですよね。エレキでこうずっと進んでったんですよ。ずっとこう奥まで、あそこ最奥なんですけど、そしたらちょうど今ね5メーターぐらいに差し掛かったところで、すごいお魚反応がここであったんで、一回ここで止まりました。で、この5メーターらへんを一回フィネスダウンショットで攻めてみます。ルアーはラッテリーの小さいやつのコッテリーっていう今回コッテリしたこのルアーをほらすごいでしょ。このアクションを匂い系のマテリアルで出すのってすごい難しいんですけど、今回できた。多分この辺にバスいる感じなんだよな。なんか5メーターぐらいにね結構映るんすよね。見て分かる通り青子発生してて、ここさっきやってた場所と全然水が違うと思うんですけど、なんでかっていうと、やっぱここは流れがそんなに入らない場所なんで、エリア的にもう安定してるんですよ。良くも悪くも水が安定してるから、こういう秋に少しこう雨の後とかでバスがトーンダウンしてるような状況下で反応させられる可能性がある。秋は流れがあるとこないとこ両方ありっていう、うん、水が安定してればやっぱ流れあるとこももちろんありだし、もうどっちもなんですよね。こういう逆にその流れてくる水がバットなところ、良くないところだったら、水温低下とかで悪い水が入っちゃうような場所だったら、こういう安定した場所が良かったりするんで、もうどっちも見た方がいいってことですよね。すごい難しいですよね。そういうふうに全ての可能性があるのが秋なんで、全ての可能性を釣っていかないといけない。ここなんてとこだっけ。つぼりとつぼちゃん。そう、ここなんかインスタの水とこっちからのオリキサー筋の水が交わるところだから、バスがこう溜まる地形してるんですよね。今ちょっとそこのピンスポットを狙おうかなと思って。フィネスじゃ食わない魚だな。こういうとこにいるんだな。インザベイト 18g をイサキがこう入ってて、僕が今いるところはすごい深い。で、このまますぐ行くと、このインスタに入るこのつぼりとっていうところがバーンって上がるんですよ。そのバーンって上がるこの壁にポンポンって魚がいる気がする。木だけかもしれないですけど、これをこの壁にルアーをぶつけて食わす。少なくともダウンショットとかじゃ食わない魚なんで、一回僕の後ろ投げちゃってボトムに落とします。ボトムっていうのはそこね、水深でいうと10メーター、今10メーターに投げました。で、一回これで底つけます。10メーター分沈める。これで今10メーター沈みました。そしたらここでずるっと動かして、ここからリトリーブ開始で、今から4メーターぐらい先に壁があります。その壁に、今ちょうど壁真下です。ここの壁にぶつけます、ルアーを。ドゥル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 っと立っていって、当たれ。当たった。しっかりここだ。ほいほいほい。どうだどうだ。
今はこの壁、もう少し行くと深くなるんで、壁を今度直下メタルわさび18これで打ってみます。ここが壁ね、まあ、これで壁に落としてます。今僕の真下は 4.3m で、流れが入るところのちょうどこう曲がってるから、その曲がってるところの今やってるのはその浅くなってるところだから、流れが入るとこっすね。メタルワサビ18で探っていく。ダメ、いない。メタルは早いんで、もうこれで釣れなきゃ釣れない。移動しましょう。もう少し上行きましょう。一回上まで見に行って、その後また考えましょう。厳しいぞー。絶対ここには魚いっから。上流がね、こうこっちが井の川筋、こっち織木沢筋で、どっちもやっぱ水温が秋って下がってくるじゃないですか。で、上流からバスが落ちてくるんですよ。で、その落ちてきた魚が最終一番でかい50とか60クラスがとどまるのはここ。なんでかっていうと、これ以上上、こっちも上、どっちもディープがない。こっから始まるから岩盤とかあるでしょ。だからここで本当にでかい、上流が好きなでかいやつはとどまる、冬を越す。だから間違いなくバスがいる。必殺やるか、超必殺。2匹付け。これでどうや。うわ。やっばー。これやばいな。これ来た、これ。こんなん入れたらもう落ちパクパクを、落ちパクをでしょ、絶対。人と違うことやって、ちょっとどうにか釣りたいとこだけど、下端で何を確認したから出そう。今はオダですね。水中にあるオダを見ながらやってます。やっぱフィネスなんで、その辺適当に投げてもなかなかこう、なんていうんだろう、非効率じゃないですか。だから今ちょっとこうちゃんとオーダーを見て、そのオーダーの中にルアーを入れてみて反応するかどうかっていうのをやってますね。この辺のもしかしたら秋のこの定番でもある上流のこの魚止まりのバスたちが、ちょっと冷えちゃった。くそやっちゃったよ、やっちゃったよ。一瞬乗ったけどね。おーめーん。やっぱ上流のこの魚止まりと呼ばれるこの上から冷たい雨が降ったことによって冷たい水が落ちてきて、こういう魚の溜まるようなところ、プレッシャーも高いけど、やっぱ魚は一応いるっすね。今ヘビキャロでスーって動かして、枝をね、その中でも特にこうちょっとまず流していい枝みたいな、いいところをまず調べて、一回魚探でバーって見てみて、あーこの辺だなー、良さそうだなーって、こうまっすぐ見てても左側のこっち側に深みが寄ってて、その深みに引っかかった枝を今ゆっくり通してあげたら、クッて入ったんですよね。
何が起きたらこんな沈黙しちゃうのかな。あんな魚の釣れる亀山湖だ。いや絶対ね、今日ねシャローやりきったらワンバイトいいサイズが多分来る可能性もあるんですよ、うん、でもそれは多分やりきんないと出てこないっていうね、すごい難しいところなんですよね、うん、シャローやんの。でも絶対ありだと思う、シャローも可能性はゼロじゃないし、やっぱでかいの出てるからシャロー、それやっちゃうとやっぱ1日ワンバイトをどう取るかになっちゃうんで、今はやってないですけど、やっぱそういう魚の狙い方ももちろんありますよね、この感じ。まあだからといってこのミドルレンジが安定してバイトがあるかって言って全くないんですけど、でもチャンスはある、絶対魚回ってくるから。いる魚じゃなくてこういう回ってくる魚を狙ってればどっかでパパパンって多分バイトがあると思うんで、それをこう狙いすまして釣っていくようなスタイルっすね。全く食わないよ本当に。今はねそのミドルレンジの魚だまりっていうか、そのやっぱ一つミドルレンジっていうのを僕はキーにしてる感じ。圧倒的にやっぱ魚が多いから、食う食わない別にしてやっぱチャンスがあるかなと思ってて、でシャローも表層もボトムもまあディープまではいかないけど、ミドルレンジも今は可能性があるんですけど、ちょっといろいろやっちゃうと分かんなくなっちゃうなと思って、一旦今はミドルレンジに絞って、ベイトが溜まりそうな反転流が起こりやすい地形のみを打ってます。反転流が起きてベイトが溜まっていればバスがこう5メーター前後を回遊する個体とかがこう入ってくるんじゃないかなっていうところを考えて打ってるんですけど、なんかね、でも魚がいてもね、口使ってないんですよね。メタルだな、メタル。メタル。メタバサ、8グラム。これでやってみます。どうにか食わせる術を見つけないとな、これ。やば。雨がやばい。張り出しを通してる感じですか、ね、うん、岬のそうっすね、張り出し。これどうやったら餌を追ってる魚いるかなっていう。だからもう、ボトムやって、やっぱ全く反応しないから中層に浮いてるだろうなと思って、うん、今クランクベイト巻いて、立ち木に絡めてるんですけど、うん、やっぱ反応はないっすね。うん、ほい、エスケープツイン。ガンタージグライト 11g にエスケープツイン。増水したシャローカバー。まあシャローカバーもありっちゃありなんですけど、うん、でもあんまりねこう、うわバス来たの、うわバス来た、くっそーくっそー、うわやっちった。追いかけてきたのに見切ったよあいつ。すごいな。よくあいつ見切ったな。か
バーについてるっていうよりはフラットの上のスコア浅いところに乗っかってるな、うん、バスが。だからこうブッシュを打ってくっていうよりはこういう浅いところをやってく感じですね、うん、ちょっと見えたな、うん、夕まずめせっかく太陽出たからね、こう雨が降ってるうちが結構チャンスとかね、僕もいつもそういうイメージを持ってるんですけど、今日雨降ってても何にもチャンス感が訪れなかったってことは、うん、日が上がってからいいタイミングになるんじゃないかなとちょっと信じてます。ミドルからディープ、フィネスからカバー、ミドルレンジ、ディープレンジ、シャローレンジやって、フィネスやって、メタルやって、ヘビキャロとかの底物やって、クランク、そしてジグ。やっぱ何事もこう秋の釣りは決めつけが良くないんで、ちょっと決めつけないで自分の、あ、今こんな感じかな、あんな感じかなっていう風に思ったことをやってみるっていうのもありですね、まあ、結局今回このまま終わっちゃったら結果出ないんですけど、だから自分のもうこれだって思った釣りを一日やりきるとか、それももちろんありだし、やっぱ秋ってこう取り留めないから、そのもうシャローだったらシャローしかやらないっていうのはもちろんありだし、逆にディープだったらディープしかやらないっていうのもあり、今回みたいにうまくこうミドルからこうやってシャローまで見てうまくハマっちゃうときはね、そのどっちでもこう魚をキャッチすることができるんですけど、まあ、こうやって今日みたいにうまくハマんないときはもうやっぱある、秋は。どうしたらいいっすかね。よし来た、よし来た、よし来た。うわ、バレた、マジバレたよ、くっさー、惜しかった、無理やり食わしたからな、ミスっちゃったね。でも食ったね、惜しかったね。ダウンヒルじゃ食わなくて、はい、アップヒルで食った。だから深いとこから浅いところに入れては食わなかったんですよね今ね。でも浅いところに自分が入って深いところに投げたら食った、うん、フィーリング始まったな、ほら大きいで。ウィがっつり食ったね。ほら、久しぶりのバス、今日はこのサイズがポロポロ釣れますね。
今のはちょっとフィーディングっぽい音が聞こえてバスかなーって思ってちょっと投げたら釣れたって感じですね。多分普通に岸際にいた。お疲れ様でした。今日はねこの方程式、秋バスの見つけ方の方程式ということで、さまざまな釣り方×餌というような形で、秋バスを求めて亀山港一日釣りしたわけですが、秋バスはどこにいるんですかね。全く分かりませんでした。まあ今回、まあこういうこともあるんですよ。やっぱ秋はいろんなところにバスが入っちゃうんで、行っちゃうんで、そういう意味でも絞りきれないっていう意味でも、今回は、やっぱいろんな釣りをやってっても全てにおいてほぼほぼ答えが出ないような状態で終わってしまったというような感じです。で、まあ釣り方的には朝はもうこんな小さいベイトを追いかけてるバス。で、まあ、サイズ、いいサイズもフィーディングでね、上がってたんですけれども、それはもう、どっちかって20匹、30匹ぐらいの大型のスクールが入ってて、釣りをするっていうような感じだったんですけど、朝一はちょっと入れなくて、ちょっと空いたタイミングでやったんですけど、結構もうバスが頭良くなっちゃってて、やっぱ大きいサイズは食わせられず。というような感じで、可愛いサイズをどうにか、釣ったっていうような感じです。でそれ以外にも表層をやっぱりこう日中でも一応はバスのフィーディングはないにしろやっぱ1メーター前後にそうやってクルーズしてるバスはいたんですが、やっぱ大きいバス、大きいサイズは朝一だけでしたね。見てる限りはもうかなり小さいというか可愛いサイズばっかりっていうような状態になったんで、本当やっぱ朝一の一番初めにやるっていうのが一個キーだったかなと思います。でそれ以外、5メーター、6メーターぐらいのレンジにワタカが結構入ってたんですよね。でそういうワタカが入ってるところについてるバスっていうのを集中して狙ったんですけれども、これもルアーに反応はさせられなかったかなっていう感じです。それ以外にはやっぱシャローのバスですね。これは水位が上がった状態で雨でね、で今日水門操作あればよかったんですけど、水位の減少、こう水の流れが起きる水門操作っていうのがなかったんで、どん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 溜まる一方っていうような感じで、シャローカバーの魚っていうのが、を探したら一回ねチェイスがあってバイトまで至らなかったんですけど、シャローカバーをスイミングさせたら後ろにバスが追いかけてきたのを見て、それが35センチぐらいあったかなっていうような感じで、それもバイトさせられなかったと。まあニュートラル、やる気がないっていうような状態で、ニュートラル状態で食わせられなかったかなというような感じです。結果的に1日やって何が良かったかなっていうのは、今日の結果を見れば、明らかになってるのはわからないというような感じですが、一番僕がじゃあ1日終わった中でじゃあ何をやるべきだったかなっていうふうに考えると、1日シャローカバーをやり続けてワンバイト取る、そういうような感じでやってった方がもしかしたらワンチャンスあったかも。ノーフィッシュオアワンフィッシュでも、そのワンフィッシュが35から上っていう可能性はありましたね。だからまあどっちが正解かっていうのはわからないんですけど、シャローにもバスのチャンスはあるし、ミドルからディープにもチャンスはある、それでいて3から5メーターの表層にもチャンスがあるっていう、まあ秋バスらしいいろんなところにいるなっていうような状態で、しかもターンオーバーによっての魚の食い気が出てないっていうような状態で、バイトに持ち込めなかったかなと思います。魚探の映像見てる限りは一番魚の濃そうなところはやれてたかなとは思うんですけど、やっぱルアーにバイトしないんで、でハードベイト、メタル、インザベイト系、ヘビーキャロライナー、クランクベイト、ライトリグと、まあ一通りやっても一切バイトしてこなかったんで、まあちょっと今日は本当にそういう意味では秋の悪い部分に入っちゃってるタイミングだったかなとは思うんですが、
まあ、こういう状態でもね、やっぱ朝一逃さず撮ってる人たち、釣ってる人も絶対いるんで、こういう時でもやっぱしっかり、そういう朝の唯一のフィーリングのタイミングでしっかりバスを釣るっていうことがキーかなと思います。ということで、やっぱ僕の今日の範囲は、そういう意味でも朝一フィーリングが取れなかったと。それ以外はニュートラルになっちゃった状態での食わせ方が見つけられなかったかなと思います。まあ、これも勉強なので、今後、秋バスの難しい部分をしっかりと釣れるようになって、いい秋バスを釣りたいなと思います。お疲れ様でした。